はい、ということでですね、平翔です。2023年4月2日あの神戸のハーバーランドでタミヤ RC カーグランプリが行われまして、クラシックバギークラスに出場してきました。去年も同じクラスに出まして、B メインの下位に沈んだんですけども、その時にですね、また、行われましたら出場したいですみたいなことも言ってたんで、今回行われまして、出場してきました。目標はですね、なんとか A メインに残ることということでやってたんですけども、ご覧のようにですね、ここにこう3っていう、シールが貼ってあるんですけども、なんとですね A メインの、予選3番手ということで、かなり上位の方で、A メインに残ることができました。本来ちょっと競技に集中したかったんで、動画作りとか考えてなかったんですけども、思ったよりもですね、良い成績が出ましたんで、急遽撮影しております。で、決勝に関してはですね、A メイン10台の中で、最下位ということで、下位に沈んでしまいまして、ちょっと他の参加者の方にご迷惑をおかけするような走りになってしまいまして、ちょっと、そのヒートに関しては出せないというか出したくないみたいな感じの内容になってしまいました。で、ですね、予選がですね、1ヒートは無難というかですね、普通に終わったんですけども、第2ヒートがですね、1台ちょっとすごい速い方いらっしゃったんですけども、その方が突然ですね、私その方の後ろでこうスタート1周目入ったんですけど、急にいなくなりましてですね、私が先頭になりまして、そのまま押し切ったっていう内容なんですけども、そのヒートだけちょっと動画の方を出そうかなということで、RC 仲間が一緒に来て出場しておりましたので、撮影してくれてましたので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。第3レーススタートします。ドライバーズオンザトーン。さあ、第3レーススタートしていきました。まずは1周目、トップで戻ってきたのはカーナンバー8番の西岡和俊選手、チームうどんマスター。2番手にはカーナンバー7番の平野翔司選手、そして3番手にはカーナンバー4番の新家選手という順番でこのレース進んでいきます。さあ、現在トップの平野選手、黄色セクション、黄色ジャンプセクションと入っていきます。さあ、レッドのマシン、現在実況席前を通過していくこちらのレッドのマシンが平野選手トップ。さあ、現在5周目の周回へと入っていきました。さあ、2番手にはカーナンバー4番の新家選手、そして3番手には西岡選手という順番で続いていきます。レース時間は1分が経過して残り1分。平野選手、快調に飛ばしていく。さあ、2番手西岡選手とのタイム差を約 5.4 秒離してトップ走行中ですね。さあ、現在トップから7番、8番、1番、2番、6番までがトップ5となっております。さあ、ここでトップが入れ替わった模様、カーナンバー7番の平野翔司選手がトップに上がってきました。レース時間は残り10秒。さあ、ここでレース時間は2分が経過、西岡選手からゴールイン。さあ、1番、2番、5番ゴールイン。さあ、6番ゴールイン。はい、ということでですね、
予選の2回目ですかねの動画を見ていただいたんですけども、コースレイアウトの方がですね、去年ありました大きなジャンプ台っていうのがなくなっておりまして、ジャンプ台ちっちゃいのが2箇所あったんですけども、ほとんどなんですか、それはですね意識しないでもいいぐらいの高さのものだったので、ちょっと私の車はですね、その大きなジャンプ台の着地でですね、底付きしないような車作りっていうのをやってたので、ちょっと車高の方がですね高めの設定だったんで、それでもベタベタに下げて臨んだんですけども、他の方の車を見るとですね、もっとこうオンロード寄りの車作りというかですね、ロールセンターがすごい低い状態の車がほとんどで、私のやつはちょっとそこまで下げれなかったんで、もう一度ですね、ダンパーのチョイスとか、これは TT02B 用のダンパーをチョイスしたんですけども、そのあたりもう一度なんていうんですかね、もう少しこうオンロード寄りの車作りをして、次回臨んでみたいなと思います。収穫、今回の収穫としては、その自分の操縦技術とその車自体のポテンシャルは、A メインのその3位で通過という一応結果が出ましたので、そのレベルにはあるんだなという確認が取れましたので、そのあたりは良かったかなと思います。ですので次回また参加してみようと思うんですけども、次回の目標としては、A メインで、表彰台に乗るというところを目指してですね、やっていきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。